はい、こんにちは、速稼塾の久保です。10月9日の2時50分、まあ深夜というか、まあ深夜ですね、牛蜜時なんでございますけども、今週 FX の方はすごく苦しかったですね。私の相場解説見ていてもお分かりだと思うんですけども、月、火、水と3回連続でロスカットを食らって、まあこれはダメだなというところでね、木、金を迎えたわけなんですけども、金曜日の最後の瞬間に、まあ最後の相場解説でね、まあ3つぐらいの仮説を申し上げたと思いますけども、結局は上昇トレンドの方に切り替わったということがね分かりましたんで、そちらの方最後に乗ることができました。こちらです。はい、これがね10月8日、本当にギリギリのエントリーする最後の瞬間だったんですけども、16時30分なんですが、これエントリーした後なんですよ。どこでエントリーしたかというと、ここを超えたら上昇トレンドっていうふうに申し上げて、前回の相場解説終わったと思うんですけども、同時にですね、ここにダブルボトムが出ていたんですよね。高値圏からずっと落ちてきて、ふわっと上に上がったんですけども、もう一旦落ちてきて、ここからダブルボトムを引いて上昇に向かったんですよ。その時に相場解説で、ここを超えたらね、高値切り上げに入るよと、高値切り上げ、安値切り上げになるよと、まあ、ここもダブルボトムですからね、ここから来て高値切り上げがこう進んでいくかなってところで思ったんですけども、やっぱここを超えましたね。超えた瞬間にやっぱりエントリーするじゃないですか。そして、現時点で、この時点ですよ、この時点で、含み益を取って、下の方にありますけども、もうわずかですけどもね、ビビっちゃって0.5 でいってるわけですよ、昨日はビビって。ですんでね、この時点では2300だったんですけども、時間が進んで最終的なユージットした後20ピップスぐらい取れてるんですよ。でこれが2時50分たった今なんですけども、112円の184まで上がったんですよね。つまりここです、ここまで上がったわけですよ。でここを超えたら上昇トレンドに向かうよってことでずっとエントリーをしていたわけなんですけども、結局ね、ズバッと上がってもらって、一旦下がったんですけど、ズバッと上がってもらって、ここをね、この矢印があるでしょ、ここでエントリーして、ここでエグジットという形が取れたということですね。まあ20ピップスほどは、まあ確保できたなと。111の965から、ここ、965から112の184っていうところで取れてるっていうところですね。まあ取れた金額としては20ピップス。まあまあまずまずなんですけども、今週の損失に、まあ合算するとですね、まあ大きくマイナスの週であったんですが、最後に方向性が剥がれてですね、来週の、まあ布石になったかなというところですね。まあ一週間しっかり見ていることと、あと気楽に行くこと、客観的に見ることによって、まあこういうふうに、あ、これ上昇トレンドなんだなっていうふうに、週の最後に気づけたのは大きかったかなと思います。まあそもそもですね、111円の220あたりで上昇トレンドに気づければ一番良かったんですけども、まだまだそこまでの力はないかなってところですよね。まあでも上昇トレンドで来週は飽きると思いますので、今週も本当お疲れ様でございました。